お待たせ。全員揃いましたね。早速ですが、私から説明したいことがあります。スマートフォンの修理終わったんだな。はい、一応は。一応？なんだか煮え切らないね。その点については順を追って説明します。まずは復元できた部分、つまり中に残されていた紫の顛末に関する記述です。かいつまんで説明します。それでどうしてここに集めたんだ？この場所だと都合が良いということです。なるほどね。説明してくれ。はい、単刀直入に言います。紫のコベナントはアロ、あなたの中にあります。俺？紫はぶっ壊れちまったじゃねえか。それがアローの中にあるってどういうことだよ。フィグの話を聞きましょう。アロー、あなたはかつてコベナントを研究する満月の助手だったんです。しかしあなたが赴任して間もないある日、鉄仮面によるコベナント研究施設の襲撃が起こります。その時施設には紫を所有する満月と青を所有する満月の助手、そしてアロー、あなたがいました。しかし満月の助手は鉄仮面に殺害され、青は彼の手に落ちます。このままでは自らが持つ紫までもが奪われてしまう。そう考えた満月はかねてより進めていた3つの研究をその場で実践しました。1つ目はコベナントの偽造、2つ目はコベナントの譲渡、そして3つ目はコベナントの封印です。満月は自らの理論に従いコベナントの紫を偽造、つまりコピーしました。これはダミーです。そして満月はダミーを飲み、本物の紫を片腕に集めると、それを切り離しアローに継承させたのです。おいおい、腕切るだけでオッケーってそんなのありかよ。死に損じゃねえか俺。意志とは、魂とは、肉体を持つがゆえの諸感覚の総体であると考えれば理論的には可能でしょう。ですがそれを成すためには相当に強固な自己暗示が必要だったはずです。一朝一夕で身につくようなものではありません。ふーん、腕一本でコベナントに、いや肉体に自分が死んだと錯覚させたってことか。私のコベナント、木の移植もこの理論を参考にしました。それだけではありません。満月が残してくれた成果があったからこそ、私はウイルスを作ることができたのです。死してなおきっちり異種返ししたってわけね。さすがは最強のデビル様な。で、その満月はアローが本物の紫を持っているのを知っていたから執拗に監視していたってことか。はい、ゾーマ・ゼノンが持っていたのがかつて満月が偽造したダミーだと知ることができたので、あの時私も鉄仮面に木を差し出すことができたのです。破壊できないはずの紫が私たちの目の前で砕け散ったのは、それがダミーだったからってことね。でも俺の中にコベナントなんてないぞ。あったらフィグからもゾーマからも見えていたはずだ。それは3つ目の研究、コベナントの封印に関連しています。封印？アローに紫を継承させた満月はそのコベナントに封印を施しました。おいおい、いよいよ何でもありじゃねえかコベナント。コベナントはこういうものだって決めつけていたのは私たちでしょ。ここは専門家のライフワークに敬意を払いましょう。フィグ、続けて。はい、封印を施されたコベナントはその輝きを失い、外から確認することができなくなります。そして所持者の側からも他のコベナントを認識できなくなるわけか。記憶の消失はどう関係しているんだ？詳しい因果関係は不明ですが、コベナント封印による副次的な効果のようです。コベナントを隠し通すという満月の目的には合致していたようですね。当然満月は封印の解凍法をスマートフォン内に残していたようですが、該当の術式を復元することはできませんでした。そんな、アイオンにもできないことはあるのね。魔術については経験的な事実の集積に乏しく、アイオンの演算能力をもってしても破損箇所を推論できませんでした。諦めるのはまだ早いよね、フィグ。はい、満月が
アローの紫を封印するところを直接観測し、経験的な事実を集積すればアイオンの力で解凍法を再現することは可能です。コベナントの封印を解除さえすればアローの記憶は元に戻り、ソウルマトリックスも正常化します。それでこの場所ってことか。またここでアローの魂の手術をしようと。手術で、どうやってアローの欠落した記憶を見に行くの？断絶に仮設ブリッジを形成、その先にある記憶へのアクセスを試みます。アローのソウルマトリックス内にだけ、近づいても何の反応も示さない不思議な断絶があった。あの先にはきっと欠落した紫のコベナントに関する記憶に通じる道があるんだと思う。前に私が倒れたことあったの覚えてる？俺が生き返ってすぐのことだよな。ヒヤヒヤさせられたぜ。その原因もアローの欠落した記憶だったってことでしょ？肯定します。リスクは？ブリッジの仮説は成功法ではありません。アローの精神への影響は現時点では未知数です。もちろんそれはリンクしているリンゴの精神も同様のリスクを負います。何が起こるかわからないと。リンゴ、どうするの？封印を解こう。見つかるっていうリスクはあるけど、こっちも鉄仮面を覆うことができるというメリットはある。とは言ったものの、当事者であるアローの意思を尊重したいところだね。私としては少し考えさせてくれないか。話が突飛すぎて処理しきれない。頭を冷やしたい。そうだね、よく考えた方がいいと思う。一度解散にしようか。なあリンゴ、気になってたことがあるんだけどさ、さっきのフィグの話だと青を持ってたのって鉄仮面ってことになるよな。だけど青はゼノンが持ってた。なのに鉄仮面は生きてただろ。一体どうやって移したんだ？満月がやったような裏技があるのか？その可能性は低いです。彼のコベナントおよび人の精神や記憶に関する研究は膨大かつ難解でした。1年程度で鉄仮面がその境地にたどり着くのは極めて困難と言えるでしょう。じゃあどうやって鉄仮面はゾーマにコベナントを移したんだよ。満月の樹種から青を奪った鉄仮面は一度死んでいる。そう考えるのが自然だよな。俺たちみたいに生き返ったか、もしくは中身がすり替わって。そうよ、本物の鉄仮面はもう死んでいるわ。今あの仮面をかぶっている男は偽物よ。ここに来て新情報のオンパレードでもはや苦笑いしか出ねえよ。やはりそうだったのですね。確かにそう考えれば辻褄が合うね。あなたたちアイオンが現れる前の話よ。鉄仮面は私と直接会おうとしなくなった。会おうと思っていないっていうのがバレるからか。それに私の前で演じ続ける自信がなかったんでしょうね。だからミレディはファントムから逃げ出したんだね。ええ、彼以外に私が持っていたコベナントを差し出す気はなかったから。そんなに前から気づいてたならどうして言ってくれなかったの？あなたたちにとって重要なのは倒すべきファントムの仮面の男と集めるべきコベナントでしょ。必要な役者と小道具は揃っているわけだし、だったら中身が誰かなんてどうでもいいでしょ。じゃあミレディが鉄仮面を追っている理由って？復讐は必ず果たすわ。それよりも今は紫をどうするかって話でしょ。アロー、どうなの？ああ、フランマの案に乗ることにした。サイゾーが言った通り、コベナントを戻すメリットはないのかもしれない。だけど今の俺が何の上に立っていて何によって生かされているのか、それを知らないまま戦うことは俺にはできない。わかった、ソウルマトリックスに行きましょう。
リンゴ？確認します。目標はソウルマトリクス、アローエリアに存在する未知の領域の踏破。その先にあるアローの記憶にアクセスし、コベナント封印の解凍法を入手します。了解。心配いらねえよ、俺たちがついてんだ。行こう。やっぱりうんともすんとも言わない。たどり着いたようですね。ご料理、カセズメリッチの形成を開始します。よく頑張ったね。先に進もう。ここから先は未知の領域。当然ながら悪魔との接敵も予想されます。警戒レベルを高めます。
クロアテアルザー。私たちにだって使命がある。行こう。防げないよね。俺の時間だ。行こうか。情報も集めるこいつはどうだ。こいつで行こう。遊びは終わりよ。好きでしょ。聞くかわからないぞ。踊りなさい。私たちなら勝てる。よし、これならどうだ。後悔しても遅いよ。この程度くれてやろうぞ。かかったんだ。やることは分かってるわ、ね、行くぜ。こいつはどうだ。終わりか。立ちはだかるなら容赦はしない。その扉を閉めろ。もうあいつは助からん。やつらファントムソサイティか。よくも先輩を。アロ、お前に頼みたい仕事がある。満月さん、何を。これをお前に託す。それより満月さん、違う。大丈夫だ。コベナントを封印する術式を施した。すまんな。間もなく記憶の混濁が始まり、お前は全てを忘れる。その前にここを離れろ。守れ、コベナント。任せたぞ、アロどんな気分？なんだろう、映画を見ているような気分だ。本当に俺はクズノハ満月と。コベナントの封印を解除すれば全てを思い出すはず。ああ。封印解除の方法は見つかりましたか？再現できないことはなさそう。データを送る。フランマ、解析にかけて事象を逆転させる術式を作って。アイオンの全能力を使えばできるでしょ？承知しました。術式が完成しました。相変わらず早いわね。転送します。うんうん。ねえアロ、私の前に立って。ああ。
取説見ながらっと。コベナントが戻ったのか。そうだ、俺は確かに満月さん。アロー、大丈夫ですか？ああ、まだ違和感はあるんだけど、止まってるわけにはいかない。それでどうすんだ、これから。コマ撮りに行こう。事態が急変しすぎ、満月の顛末について、コベナントの所在について、情報を共有しておく必要があると思う。そうですね。お前たちか、どうした？何か進展が。レイブン、満月のこと、紫のコベナントについて話があるんだけど。ちょっとレイブン、聞いてる？その話はもういいんだ。は？アロー、あなた何言って。いいんだ！戻ろう。あのさ、レイブン、ごめん。また来るよ。ああ、待ってるよ。あなた、さっきの態度、一体どういうこと？ねえ、アロー、いい加減にして。説明してくれないとわからないでしょ？出たんだ。え？レイブンがコベナントを持ってたんだ。嘘。四つのコベナントはあの時ゼノンから鉄仮面に移ったはず。ってことは。そうだよ、レイブンが鉄仮面だったんだよ。え？そう。どうして教えてくれなかったの？言ったらどうなるかわかるだろう！子供たちの前だぞ！俺にはできなかった。レイブンにもわかっていたはずだ。紫を持っていたことで、俺がレイブンの正体に気づいたことに。ふざけないでよ！あんた甘すぎ。おい、ミレディ、どこ行くんだよ。決まってるでしょ、あの男を殺す。コマ撮りを戦場にするつもりかよ。あなたにできないなら黙って見ていなさい。俺も行かなきゃ。フィグ、コベナントを預かってくれないか。え？できるんだろう、満月さんやフィグがやったみたいに。できるよ。
ソウルハックでアローの魂に干渉してアローが死んだっていう情報を肉体にコベナントに信じ込ませればね。端的に言うとアローにはもう一度死んでもらうことになるけど。生き返らせてくれるんだろ。あんたのこと信頼してる。レイブンは強い。きっと次の戦いはこれまでにないほど厳しいものになる。満月さんが託してくれた紫を奪われるわけにはいかないだろう。わかりました。ありがとうフィグ。リンゴ始めてくれ。わかった、やるよ。フィグ、コベナントの回収よろしくね。プロテクトを限定解放。術式ソウルハック。シーケンススタート。次は海外なんだろう。気をつけてな。ここんとこ任務続きでちょっと心配だよ。この任務が終わったら、そうだな、しばらくここでゆっくりするのもいいかもな。レイブンはもうダメか。別に驚かないよ。彼は前から危ないところがあったからね。そんな、レイブン。本当に大丈夫なんだ。医者もそう言ってるし、もう少し休めばすぐに戦えるように。レイブン、俺もっと強くなるよ。血は俺が代わりに流す。だから、待ってたよ。紫はまだあなたの中にあるよ。アロー、準備はいい？ああ。今アローの状態は生から死へと切り替わった。あなたの死を誤認したコベナントは排出される。実感はないな。生も死も体の状態に過ぎないからね。そんなものはここにまで影響を及ぼせない。紫のコベナントはフィグが継承してると思うから安心して。そうか。あの疲れ切った人が1年前のレイブン？見てきたんだな。例によって断片でだけどね。レイブンの海外での任務の話は聞いたよな。あの日、子供を撃ったあの日からレイブンの心は一歩も前に進めていない。だからさ、リンゴ、俺、傷ついたレイブンの代わりに戦おうって思ったんだ。血は俺が流すって決めたんだ。うん。それなのにどうしてレイブンはいつだって世界を良くするために戦ってきたんだ。絶望が深すぎて狂気に走ったのかもね。はたまたやけになって世界を巻き込んで自殺しようとしているのか、
レイブンがそんなこと。確かめに行こう。あなたに地獄みたいな現実に戻る覚悟があるならの話だけど。俺は多くのものを背負いすぎてる。今さら逃げるつもりなんてないさ。行こう。ただいま。おかえり。フィグ、紫は？コマドリへ行こう、リンゴ。急がないと。あの、やはり私も。フィグ、あなたの気持ちはわかる。だけど、もし紫を抱えたあなたがやられることがあったら、ニミで援護をお願い。わかりました。押し付けるみたいな形になっちゃってごめんな。フィグ、紫を守ってほしい。レイブン、どうして。どいて、サイゾー。あなたとは戦いたくない。俺だってそうだよ、畜生。だけど、こればっかりはダメだ。ミレディ、あなたたち、本気で世界の終わりを止める気があるの？ここでならあの男だって全力で戦えない。ガキなんて人質にでも何にでも使えばいいのよ。やめてくれ、ミレディ。子供たちは関係ないだろ。そうね、子供たちは関係ない。だけどそれは、彼らが理不尽を被らない理由にはならないわ。このイメージ、ミレディの強い感情に反応しているの。私は理不尽に家族を奪われ、恋人を奪われた。ならば私が理不尽に力を行使して、その埋め合わせを世界に求めたとしても、誰もそれを責められない。それは間違ってるよ。それだと理不尽の連鎖が続くだけ。そうなったら世界は今以上にひどいことになるよ。だったらそんな世界、大いなる存在にでも何にでも焼き払われてしまえばいい。お姉ちゃん、泣いてるの？いち、今度は私が5本読んであげようか。理不尽で欺瞞に満ちた世界を滅ぼそう。ごめんなさい。私、弱くなっちゃった。そうじゃないでしょ。ったく、サマナーってのはどいつもこいつもこじらせやがって。めんどくせえったらないぜ。レイブン、さあみんなベッドに戻るんだ。でも、ほら、大丈夫だから。ごめんね。ありがとう、イチカ。
ミレディ、感謝する。ここへの奇襲は織り込み済み。いつでもやれたってわけ。気に入らないんだけど。で、どこでやるの？湾岸倉庫西区画。了解。俺はお前の敵だ。本気で来い。